速稼塾の久保です。まあ究極のうぬぼれ屋というねタイトルでお送りしましょう。でもこのうぬぼれ屋っていう意味は多分多くの方が思っているなんていうネガティブなうぬぼれ屋とはちょっと違いますね。どういうことかというと、まあ、私ね自分の動画結構好きなんですよ。かといって一生懸命たくさん見るってことはないんですけども、この一本動画を撮った後ね、いやいいものができたなっていつも思うんですよ。それは何でかっていうと、自分の好きなことを自分の好きな人に向けて発信してるからなんですよね。これ好きになりよう、好きになるしかないじゃないですか、こんなことしたら。でも自分の意にそぐわないことを意にそぐわない人に向けて発信していたらどうですかね。やっぱり遺恨が残るんじゃないかなと思うんですよ。でいわゆるね、忖度とかね、人に気を使ってとかっていうことになっちゃいます。例えば私ね、本当に自由に発信させてもらう中で批判を浴びることもあるんですよ。でその批判に対しては私ね、別の意見があって当たり前だと思うんで、しっかりとね学ばせていただくっていうか受け取ることにしてるんですけども、批判ばかりする人って結局いなくなるんですよ。というのが、私とコミュニケーションしててもつまんないからでしょうね。私に批判されても、最終的に私がその批判を受け入れるのか、それとも別の考えに行くのかっていうのは私が決めるんで、その批判をしてる人に、気を使って、じゃあそういうふうに考えようかなってことにはなんないんですよね。でも普通の関係ではね、例えば近所とか会社の関係でも、自分はそうは思わないんだけど言うこと聞かないといけないことって結構あると思うんですよ。それがだから面白くないコンテンツになってくるんですよね。でも自分が作ってる動画コンテンツっていうのは、隅から隅まで自分の気に入ってる時に、気に入ったタイミングで気に入ったことを発信して、そしてね、そういうのが好きな人がチャンネルを登録してくださったりとか、繰り返し動画を見てくださるんで、私としてもストレスがないですしね、聞いてくださる方も共感するところは確かにそうだよねっていうところもあったり、もしかして意見が違うことはためになりますねっていう風なコメントになるんですよ。あ、違う考え方、そういう考え方本当に勉強になりますみたいなこと言ってくれるんですよね。それ私も同じ思いなんですよ。自分と違う考え方にぶつかった時に、いちいちね否定したり批判したりとか覆そうと思うんじゃなくて、違う考えが知れてよかったなって思うことによって、そのコンテンツってとても良くなるんですよね。それに対して何々さんはそう言うけど私はこう思ってるんですけどねっていう風なのは、単なる意見の相違なんで争い合いにはならないんですよ。だから論破してやろうって気持ちにはならないんですよね。そのよくねテレビですとか、それから YouTube とかの対談でも、なんとかこの人を論破してやろうっていうのを見て、それをね楽しむ人がアクセスを集めてますけども、例えばね、なんか誰かが言ってました、謝罪とかね、なんか言ってる人いましたね。それあなたの感想ですよねみたいなね。その論破ってのは楽しいんですけども、でもねやっぱどっちかが恥ずかしい思いをしてシュンと下を向いちゃったりとかね、論破に対して論破の言い合いになっちゃったりとかしてね、なんかこう喧嘩、単なる論争になってしまうところがあります。私はそういうのないんですよ。例えば、ね、否定的なコメントが並んだ時は、そのコメントに対して自分が思うことをまた動画を作るみたいな感じでね、やらせていただくんで、結構ネタが増えていいかなと思うんですよ。そういう意味でもね、究極のうぬぼれ屋、自分のことが、ね、好きで好きでたまらないというよりも、自分が好きなことをやってるから嫌いになる要素がないってことなんですよ。自己嫌悪もないですね。あるとしたら、以前の考え方が間違ってたってことに気づいて、考えを改めるときに、なんか自分は幼かったなというふうに振り返るときぐらいですかね。でも基本的には自分の知識量と理解度、こういったものっていうのは日々育っていくと思いますんで、過去の自分の情報と過去の理解度っていうのは今よりも劣ってると思いますから、昨日にしても1年後にしても10年前にしても、なんか自分今の時間軸と違う時に考えたことって、今の時間軸と違っても当たり前だなと思うわけなんですよね。で同時にですね、今考えていることが多分ね、明日になったら、もしくは1年後とか3年後にはまるで変わってるかもしれません。それは私が別の角度から物事を見れたりとか、またね思考の変化が起きたからだと思うんですよ。その思考の変化っていうのは新しい人に出会えたからこそ起きるかもしれませんし、自分を肯定する人が増えれば増えるほど、ちょっと待てよって思う気持ちが生まれるからかもしれません。でも直球で、あなたは間違えてるよっていう言われてるから、あ、そうなのかな、あ、本当だみたいなことが直球で気づくこともあるかもしれませんね。人っていうのはこういうふうに変化しますから、その変化する前にね、無理やり目の前の人に話し合わせようともして、無理やり変化させることはないんじゃないかなと思うんですよ。結局は自分が気持ちの良いものね、心地よいものがずっと残ると思いますし、その場しのぎでね、トラブルを避けるためにやったことっていうのは、きっとずっとね遺恨となって自分の心を苛むんじゃないかなと思うんですよね。ですんで、究極のうぬぼれ屋というふうなねタイトルにさせていただきました。やっぱね、自分が好きじゃないとまっすぐ歩けないですよ。自分が嫌いだっていう人もいますけどもね、それはね、自分を
好きになるようなことをしてこなかった結果だと思うんで、自分が好きになれるようなそんなね日々を送っていけばいいんじゃないかなと思いましたね。はい、本日は以上です。ありがとうございました。